最高とは、建築物の室内の環境を調整するため、外部から自然光を取り入れることである。中高照明とも呼ばれる。換気と並び、室内の衛生環境維持に欠かせない行為であり、窓が設けられる目的の一つは最高である。最高の紅葉が得られるのは、太陽の昇っている日中のみであるため、現代の建築では、夜間に人間が活動することも踏まえて、 人工照明と併用するのが一般的である。光ファイバーによる最高 JR 姫路駅ビル最高には古くから窓が用いられてきたが近年では鏡面、ガラスなどの反射を巧みに利用し奥まった場所に光を導入する技術も開発されている。窓最も一般的な手法である壁に開口を設け室内に太陽光を導入する天井にほじった開口を天窓と呼ぶ 天窓は壁に設ける窓よりも最高の効率が高いとされる。天井付近の高い位置に延直方向に設けた窓をハイサイドライトと呼び部屋の奥まで光が届きやすくなるという利点がある。窓ガラスとして用いられる。すりガラスは視線を遮りながらも光を通すというもっぱら最高に徹した材料であり、また開閉のできないはめ殺し窓は最高や 視線の確保のみを目的としたものである。名称字日本の伝統的な建具である障子のうち、木枠に和紙などの紙を貼り、光を通すようにしたものが、民生字である。平安時代末期に誕生し、現代まで用いられ、日本の建築文化の象徴的な存在となっている。窓のように建物の開口部から光を取り入れるだけではなく、廊下と部屋、あるいは部屋と部屋など、 より屋内へ向けた最高にも用いられることがある。ドライエリア地下室で最高、通風を可能とするために設ける空掘りのことである。地下室の周囲を掘り下げることにより、本来最高の困難な地下室に開口を設けられるようになる。光庭コートヤードとも呼ばれる。建築物の内部に最高目的で設ける中庭を特にこう呼ぶ。平面的に規模の大きな建築物では、 内側の自然採光が困難となりがちであるという問題を解消する策の一つであるプリズムライトガイド微小なプリズムを組み合わせた形状のパイプを通し光を導入する技術1990年代に開発された技術である光ファイバーなどによる導入屋根など太陽光を受けやすい場所に集合装置を置き受けた光を光ファイバーなどで室内に伝えるという手法がある 誘導された光は照明器具に準じた形の装置から室内に広がる窓からの光を得にくい奥まった部屋や最高の困難な地下室にも電気などのエネルギーを使わない最高効果をもたらすことができる就行装置に自動的に太陽を追尾する機能を付加しより効率を高めたものもある反射板構造建造物の吹き抜け空間の天井部分から 太陽追尾装置のついた反射板により光を取り入れる手法、天窓の機能を増強するものである。自然採光、特に窓を用いた原始的な採光方法では、強すぎる光、望まない方向の光、あるいは紫外線など、望ましくない波長の光を制御する手段を備え、調整の余地を持たせることが多い。土月追光は、室内で作業する者の,の目に負担を強いる。また、 強い紫外線や熱線によって、利用者の皮膚や、室内の家具、内装が痛むという不具合も生じる。太陽の方向は、時刻や季節、天候などの条件で様々に変化するため、常に快適な光が得られるとは限らないのである。以下に、自然採光と組み合わせて用いられる装置を挙げる。ルーバー横に細長い板を、平行あるいは格子状に組み合わせたもので、ハンドルなどにより、 一斉にその向きを変えることができる。ルーバー自体は、光に限らず、風、雨の制御など、様々、用途に用いられる。カーテン一部の光を通す、レースカーテンから、光をほとんどを通さない遮光カーテンまで、様々な、厚さの布を窓辺に垂らし、光を調整する。すだれや、ブラインドも似た機能を持っている。特殊なガラス熱線吸収ガラス、熱線反射ガラスなどは、 熱線を特にカットし、室内が過剰に温まることを防ぐ目的で使われる。また、すりガラスは透過光を均等に拡散させることで、室内のプライバシーを保護するだけでなく、室内の焦度分布を緩やかにする効用がある。日本の建築基準法では、居室に最高のための開口部の設置を義務付けている。住宅であれば、通常居室面積の1。 7以上の最高面積が義務付けられている。ありがとうございます。